皆さんご機嫌いかがでしょうか実編者一句江戸名所絵本7回目です今日は神田明神今日はここからです拡大して読んでみましょうまずこれは祝うという漢字を崩したものです次は日祝いではなくて補解と読みます これは「春」という漢字を崩したもので「す」と読みます次は「るい」という漢字を崩したもので「る」と読みます次は「人」これは「番」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「尊い」という漢字を崩したものです これは起ききるとという漢字を崩したもので、きと読みます。次は加える次はごんべんのご「ご」「守る」という漢字ですこれは「まり」という漢字を崩したものです次は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます これはものという漢字を崩したもので、はと読みます。次はす。これはないという漢字を崩したもので、むと読みます。次は神という漢字を崩したものです。 これは田んぼの田。次は乃木坂ののという漢字を崩したものです。ひらがなのの。これは大、大きいという漢字です。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はく。 これはら、これは月という漢字を崩したものです。作者名です。この道の宇治と書いてあります。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。誤解する人は尊き籠まりに。 弾む神田の大神楽好き、この道の宇治と書いてあります本文では祝いと書いてあります祝いと読みそうですがここでは祝いと読みます神を祝福することですこれは大神楽と呼ばれる芸能によって表現されます神を祝福するいわゆる祝福という考え方によるものです神楽という語が示す通り 岩戸にこもったアマテラスオオを誘い出すために、雨のうずめが岩戸の前で楽しそうに舞ったことに由来すると言われております。江戸時代には祭礼の場以外での他いが行われておりました。家々を個別訪問して、家の前で神を讃え、服を招く漫才、獅子舞、傀儡傀儡とも読みますが、人形使いです。 お囃子などを披露して、代わりにご祝儀をいただく門付けという芸能に発展していきます。しかし、古代から職業として成立していたと考えられる、ほかい人の一部は、単に物語目的の門付けをして生きる人々となります。私も個人的な体験ですが、子供の頃、正月になると家の前で小歌か長歌か教文か、まわ、あ、かりませんけれども、 何かを過小しているようでそのような時は毎度母から「ご祝儀渡しなさい」と言われておりましたお金を受け取るまで歌い続けるからですその後兄弟のうちで私だけがご祝儀を渡す役を仰せ使ったことに対して私が母に不平を言うと「その人にはそうしないと生きていけない事情ってものがあるんだよ」。 と静かに母に母された記憶がありますもちろん当時の私には何のことか分かりませんでしたがちなみに平安時代の演技式には宮殿に災いがないように新嘗祭や大乗祭の前後あるいは皇居を移す際に藪根九口信と藪根豊受姫の信を祀ってほかするいわゆる「大戸の保ががあります。 この祭りという字を補害ということに注意しましょうやはり神楽や神輿というものは神を喜ばせれば災いから守ってくれて福を与えてくれるという考え方がいわゆる祭るという行為のベースになっているようですさて大神楽の演目には獅子舞や和傘の上で金輪やマリあるいは マスを回すなどという傘と言われているもの口にくわえた棒の先で土瓶を回す土瓶などさまざまな服を招く祝福の意味を込めた曲芸がありますがその一つにかごまりりがあります本文には「かごまり」とありますがこの表記は「神のご加護を願う」というストレートな願いによるものでしょう。お手玉のように 長い取っ手のついた籠のいろいろな部分にたくさんのマリを入れる花籠の曲としてよく知られています古事記や日本書紀を引き合いに出すまでもなくやはり神楽も神輿も文字通り神を楽しませるのが第一の目的ですそこに人が集まって神と共に楽しむということがなければ服は来ません祭りはいわば エンタメに満ちた空間と言えるでしょう人々が楽しむ様子が神への最高の供物だと言ってもよいかもしれません。とすると「むっつり顔で境内を歩き曲芸には目もくれない」というのは神に対して失礼です。「祝福を妨げることでもありますから祭りの場は笑顔でいきましょう」。さて神田明神は神田神社が正式名称です。 律領制の時代に伊勢神宮に奉納する初宝を作る水田が全国各地にありましたこれらの水田を神田水戸城あるいは三田などと呼びますが江戸中心の時代にあっては神田という地名の代表格は当然に江戸の神田なのでしたなお神田明神すなわち神田神社には大名道の御子と少彦名の御子そして 平野正門が神格化された平野正門の御事が、それぞれ一宮から三宮に祀られています。江戸後期に描かれた神田明神祭礼絵巻には、七巻にわたって武士や庶民がこぞって参加したパレードの様子が連続して非常に詳細に描かれています。 この彩色豊かな絵は、明治9年に描かれた神田祭りの行列の様子です。壮観ですね。さて、本文に戻りましょう。大神楽月という言葉ですが、これは極芸の大神楽と、陰歴11月の神楽月とを書けたものです。神楽月に境内がにぎわうということは、 新嘗祭という伊勢に奉納する稲に関する大切な祭事が催されていたのでしょう。神田ですから、まあ、当然だと思います。籠まりのまりの躍動する様子が伝わってまいります。作者のこの道の氏については詳細は不明ですが。教科の第一人者太田南方が。紀勢法師の我が世は。都の辰巽鹿角住む。 要、宇治山と人は言うなりをもじった有名な教科「我が要世は都の辰巳馬羊猿鳥犬根牛虎氏」トイイウトラウジの最後の部分「治に由来するのではないか正確に申し上げるならばこの歌を詠んだ太田南保の開虐精神に強く影響を受けての剛ではないかとも考えられます。思い過ごししかもしれませんが。 先を急ぎましょう。次はこの部分です。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、祭りという漢字を崩したものです。次は、耳という漢字を崩したもので、にと読みます。 次は、ハチという漢字を崩したもので、ハと読みます。これは、神という漢字を崩したものです。次は、田んぼの田。これは、の。これは、ネギのネ、ね。これは、ぎ。 という漢字を崩したものです次は「お」これは「七」次は「人」これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「拝む」という漢字です これは「ない」という漢字を崩したもので「む,と読みます拝む」と書いてあります。これは「うじ」次は「こ」これは「の」次は「生きる」という漢字を崩したものです。 これは酔うという漢字を崩したものです。名前酔い。次はも。これはあです。次は里と,という漢字を崩したもので、りと読みます。 これは金売亭義助と書いてありますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう祭りには神田のネギを七人に拝む氏子の名前酔いもあり金売亭義助と書いてありますこの歌にある七人と言いますのは 平野正門に七人の影武者がいたという伝承によるものですネギの後ろに七つの顔が見えるそれくらい酔った宇子のことを読んだものでしょう酔っ払いの目には正門とその後ろに七人の影武者が映って思わず拝んでしまったのでしょう左は明治期の国慶画です作者については未称ですが 完成10年、1798年の資料には、どんどん帝渡るの名とともに、木立義助の名が見えます。時期として、実変社行くと交流があったことが十分に考えられ、これと同一人物であった可能性も否定できません。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。